何よそんなに慌てて。急ぎの用事？いつもの場所で訓練じゃないの？この人が何だっていうの？分かった、やってみる。こんにちは、おじいさん。おいや、すまんの、郵便屋さん。それで、わし宛ての荷物はどこにあるんじゃ？は？郵便屋さんじゃなかったかの。じゃあお前さんはパン屋のマリオの子か。大きくなったな。そうじゃ、お前にはまだ話してなかったの。あれは30年前じゃったか。村の有志として名を馳せておったわしが。何この小芝居。RPG ってめんどくさいのね。で、わしの放った矢がプツリと右目に。どこまで話したかの。まあいいえ、こんな話をいくら聞かせようとも、わしの技が伝わることはないからの。わしのスキルを受け継ぐには、試練の中で己を磨く必要があるのじゃ。そう、お主はこの層のダンジョンに封じられている試練のアミュレットを取ってこなければならん。この鍵で封印の扉は開く。アミュレットを手にしたらまたここへ戻ってくるがよいぞ。うまくいった？要するにこれって射撃が強くなるクエストなのよね。すごい！やったわね。退屈な話をずっと聞いていた甲斐があったね、キリト。ちょっと何そのリアクション。
そうね。86層のマップ確認してみてくれるかな。キリト君のも更新されているんだ。じゃあやっぱり。神父さんの言葉によれば、このクエストが最後。絶対に2人で86層に行こうね。何？じゃあね。どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。Thank you.
このクエストをクリアしたら、私たち…うん、うわぁ、すっごい眺め。そうだね。だけど、リアルにだって感動するような光景はあるよ。キリト君と一緒に見たいな。約束だよ。帰ったら一緒にいろんな風景を見に行こうね。あれ？なんだか教会みたいなところだね。したくなってくるよ。キリト君が浮気しないようにとか。冗談。ねえ、キリト君、あれ？絆の神殿を訪れし者たちよ。来た。何時、健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか？は？結婚式だよね。誓いますか？は、はい、誓います。よろしい。ならばその絆を示せ。ちょうどすぎて、はーい！
儀式ってどうすれば起きるんだろう。指輪にも変化がないし。ねえ、これが結婚式だとして、誓いの言葉まで言ったということは、次にやることって。なんじら、神の前において夫婦たるの誓約をなせり。合ってたんだ。ゆえに我、神の名においてなんじらの夫婦たることを宣言す。神の合わせたまいし者は人これを話すべからず。しても、このクエストって結婚式クエストだったんだね。でも、こんなところで結婚式を挙げられるなんて、二人だけの秘密だね。それにしてもさっきの声、神の名においてって言ってたけど、神って…団長が仲人か。そうだね、私キリト君と会えてよかった。うん、さてと、そろそろみんなのところに帰ろっか。どうしたの？
それじゃあね。No, I like the birds. Hey, where'd you go? Snap out of it!